はい、こんにちは、勝間博物館です。前回はこちらのマスコレですね。こちらのマスコレシリーズで終わりました。さあ次は、じゃあこちらのフォーゼスイッチ。はい、地震の後かってぐらいぐちゃぐちゃになってますけども、全部飾っております。はい、そしてその下、こちらですね。はい、ビッグマスクコレクション。はい、こちらビッグマスクです。ビッグマスク反対側にもあります。あちらの反対側にも。そして、じゃあまずデラックス玩具いきましょう。クーガから順に並んでおります。はい、クーガ、アギト。そして、リュウキ。ファイツ。はい。このような感じですね。それでは反対側を見ていきましょう。ザザザザザザー。はい、こちら。おー。はい。ビッグマスクが、こちら上に飾ってあります。これで全部ですね。はい、そしてデラックス玩具、ちょっと反射してめっちゃジョジョが見えてますが、ブレイドのデラックス玩具です。はい、ブレイド系ですね。ブレイド。そして下に行きますと響き。はい、響きです。響き。はい、そしてこちらからパッと見ますと、はい、響き。この上の棚なんですけども、全部コンセレとか、あのプレ版で届いた段ボールを置いてあります。そしてカブトですね。はい、カブト、電王。そしてこちら、キーバ。はい、キーバ。ディケイド。ダブル、ダブル。そしてこちらもダブル。はい、ダブル。はい、オース。はい、フォーゼ。はい、そしてこちらもフォーゼ。ウィザード。はい、そして上ですね、外務です。はい、外務。あ、これ新入荷しました、電化面ソード。はい、そしてここ外務がすごい量のロックシードですね。やはりロックシードすごいです。はい、そしてこちら、そしてこれは僕のコスプレのバロンです。その下行きましょう。はい、レジェンドライダーシリーズのベルト。そしてこれもレジェンドですね。レジェンド。あとこちらはコンセレです。はい、コンセレがドッと並んでおります。ダブル、ファングジョーカー、そしてアクセル、カブト、そしてこちらはスマートブレイン、こちらはオーガンですね。このような感じになっております。仮面ライダーは以上で全部ですね。はい、こんな感じです。はい、ということで仮面ライダーは紹介しきりました。以上です。はい、どうでしょう。ぜひね、こうお近くに来た際は来てください。ホームページご覧ください。ではまた次行きましょう。